大変重い課題ではありますが、今日は高レベル放射性廃棄物の最終処分問題に絞って質問をいたします。実は私、先週北海道の寿都町に行ってまいりました。片岡町長ともお目にかかることができました。風力発電が黒字転嫁する見通しが出たことや、ふるさと納税が大変人気で、中にはいろいろあるんですけど、納税に協力するから文献調査をやめてというお手紙がついてくるということもあるそうです。財政力の小さな町が2年間で最大20億円という交付金、これが欲しくて手を挙げたというイメージだけが報道では走っておりますが、そう単純な構図ではないと思います。町のために町長がさまざまなことを考えていらっしゃるとは思いました。ただこの問題が持ち上がったことで町民が分断され、例えば町漁協の役員全員が辞任する、こういう事態も起こっているんです。町長が思いがあるなら町民と話し合って一緒に決めていくべきではないかと私申し上げました。それと我が青森県は最終処分地にはしないという覚書を、国と交わしているわけではありますけれど、だからといって私は手を挙げる町があってよかったと、そういう気持ちにはならないということを申し上げました。一つの町で抱えられる問題ではないと思うから。それで資料の1枚目にまず処分地選定までのプロセスを示しておりますけれども、文献調査が2年程度、概要調査4年程度、精密調査14年程度、20年間は少なくともかかる想定になっております。昨年11月に北海道寿都町と鴨江内村で文献調査始まりました。寿都町は町長が文献調査に応募という形、また一方の鴨江内村では村議会で誘致請願が採択され、国から申し入れをして村長が受諾という形になる。法律を見ても自治体が応募するというプロセスなどは記載がありません。で、道としては賛成ではないと承知しています。なぜ町長単独の判断で調査が開始できるのでしょうか。最終処分法に基づきまして、文献や資料をもとに地域の実質データを調査分析する文献調査、その上でボーリング調査等を行う概要調査、そして、地下施設での試験、調査試験等を行う精密調査と、地域のご理解を得ながら段階的な形で調査ステップを踏みつつ取り組んでいくものだとしてございます。この選定プロセスの中で今ご指摘ございました文献調査というのはこの中の最初の段階の調査でございます。概要調査地区を選定する前にあらかじめ行うものとして規定しているところでございまして、その後のボーリングなどの現地調査を含む概要調査に進むかどうかについて地域にご判断いただくため、地質データなどを調査分析して情報提供を行う、事前調査的な位置づけでございます。調査を、広くやるためにいちいちその、町の議会が了解したとかそういうことは必要ないんだと、後で次に進むときにきちんと了解を取るからいいんだ、そういう趣旨でしょうか。市町村、その当該自治体の方でご判断されることになるかと認識してございます。極めて私はこれ乱暴なやり方だと思うんですね。で、次のプロセスでちゃんと聞くからっていう趣旨かもしれませんが、この後で、応募して20億円の交付金を出るわけですよね。で、その道筋においてやっぱり少しずつ抜き差しならない関係になっていくわけですよ。で、一つ文献調査やるかどうかも含めてね、ちゃんと自治体で議論する、これ寿都町のことだけ言ってるんじゃないんです。一般論としてね、やっぱりそれはそうすべきだと厳しく言っておきたいと思います。だって今自治体の説明会、住民説明会以外の自治体の説明会についてはどこでやったかという自治体名を公表してませんよね。そういうやり方の中で町が決めたらもう文献調査入るんですって、これもう住民置き去りです。出だしからして間違ってる、こう言わなきゃいけません。で、大臣に伺います。住民説明会のパンフレットには今少し説明がありましたように、市長の次の調査に行くときには市町村長及び都道府県知事のご意見を聞き、これを十分尊重することとしており、当該都道府県知事または市町村長の意見に反して先へ進みませんとあります。で、この意味を確認したいんですね。と言いますのは、資料の2にこの最終処分法をつけておきましたが、このアンダーライン引いてますが、十分に尊重としかないんですよ。尊重したらいいんですかって話、どちらかが反対したら先へ進まないとは読めないんですよ、法律だけでは。これどうですか。文献調査の後次の概要調査に進もうとする場合に、この場合に関してですけども、最終処分法上知事と市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重することが規定をされております。ご指摘のその意見に反して先に進むことはないとは、都道府県知事または
市町村長、当該市町村長から概要調査地区の選定につき反対の意見が示された状況においては、これらの反対意見を十分に尊重し、概要調査地区の選定は行わないことを意味するわけであります。できれば法律に書くかね、解釈通知をきちっと出すべきだと、このことは指摘をしていきたいと思います。でつまり他の町もね、同じことがこれから起こってくる可能性があるわけですから、指摘をします。で2013年の12月17日最終処分関係閣僚会議において実施主体による公募方式、これまではね手を挙げてくださいって言ってたんですが、それを見直して国がより適性が高いと考えられる地域を科学的有望地として重点的な理解活動を行っていくという方針を決定しました。でこの時はですね、前の月に報道がすごい走りましてね、国が最終処分場に適した地域を100カ所以上示し候補地選びを加速させるとこあったわけですね、ただしそれがずっと時間が経ったのはもうご存知のように、約4年後、資料の3にあるように2017年の7月に科学的特性マップとして公表されました。簡単な確認です。これは科学的有望地とは違うということ、日本列島を緑で固まった格好になっておりますが、海側が全部的地だと、大津波のあった三陸沿岸部までも入るのかと正直怒りを禁じ得ません。しかしこれは単に火山と活断層を除いたはっきり不適なところを除外しただけであって、適地と言っているわけではないということ、それから文献調査実施市長さんは今後も増やしていくのかお答えください。科学的有望地を特定するものではございません。なお国といたしましては、このマップを活用しながら引き続き全面に立って対話活動等を行い、全国でできるだけ多くの地域の方々にご安心を持っていただき、文献調査を実施いただけるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。取り組んでいくという表現でしたけれども、文献調査はね、2つで終わりではなくて、今後も増やしていくという趣旨だったと思っております。それでですね、青森県の話にこう行きますとね、六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵センター、今現在、2880本の貯蔵容量に対して海外に再処理を委託して返還されたガラス固化体1830本貯蔵されております。で資料の4は、これは青森県と六ヶ所村、日本原燃と、電磁連の協定書であります。河川部を見ていただきたいんですが、それぞれのガラス固化体について貯蔵管理センターに受け入れた日から30年から50年間とする、これはだから期限が区切ってる。で、変は、管理期間終了時点でそれぞれのガラス固化体を電力会社に搬出させるものとするとあります。で現在、25年経過してあと5年で30年経つわけです。そこで真っ先に30年を迎えるガラス固化体の量と電力会社はどこか伺います。1995年4月26日に受け入れております東京電力、関西電力、四国電力、九州電力の計28本分がございます。これらのガラス固化体が受け入れた日から最初に30年が経過するガラス固化体になるというふうに承知しているところでございます。はい、高橋君、最初あと5年で30年を迎えるのが東京電力、関西電力、四国電力、九州電力の28本だということになりました。ですから、この後ですね、1年ごとに、95年、97年、98年ということでもっとたくさんの電力会社からまたたくさんのガラス固化体が搬入されてくるわけですけれども、海外から戻ってね、来るわけですけれども、現実にね、30年っていうのはすぐそこなんだと、しかも東電ですかと、で関連ですかということはね、非常に現実的な問題としてあると思うんですね。電磁連は搬入されたガラス固化体の搬出期限を遵守するとサイクル協議会の場でもお話をされていますのでね、このことをね本当にね受け止めていただきたいと思うんです。でその中でですよ、今度はむつ市の話、使用済み燃料中間貯蔵施設 RFS は昨年11月に国の安全審査に合格をしました。2021年度の事業開始を目指しています。こっち の協定書もつけてありますが、むつ市の場合はですね、再処理工場が年間処理能力が800トン、でも全国からフルで、もう今はね止まってる原発多いですから現実ではないんですが、フルで稼働した場合は使用済み燃料1000トン、その差の200トン大体の計算でいうとの中間貯蔵が受け止めるっていう風な発想で始まったものだと思っています。ただしここは電磁連と
原電、日本原電 のが所有していると、そこだけ の使用済み燃料を受け入れるという約束なわけですよね。でここに電磁連による共同利用が持ち上がりました。資料の6は河北新報の1月31日付ですが、むつ市の宮下市長は共同利用を考えられずと拒否する考えを示したことを報じています。で具体的に話が持ち上がったのは昨年12月大臣に直接お話を受けていると思います。電磁連が中間貯蔵施設を共同利用したい、この検討を打診した経過と国はどのように対応したのか伺います。梶山経済産業大臣。中間貯蔵施設の共同利用につきましては、委員ご指摘の通り昨年の12月17日電気事業連合会池部会長から陸奥中間貯蔵施設の共同利用の検討に着手したい旨ご報告をいただきました。その後12月18日に電磁連とともに国も青森県陸奥市に事務方を派遣し、国の考え方を説明をさせたところであります。県と市からは国としても地元に対してしっかりとした説明を行うことのご要望や、核燃料サイクルに関連する懸念や今後の見通しについての指摘をいただき、これに対する回答のご要望をいただきました。これらを踏まえて、これまで県や市との間で事務的に進め方や論点の整理を現在行っているところであります。中間貯蔵施設の共同利用については核燃料サイクル政策を進める上で大きな意義があると国の方は考えております。引き続き関係者の理解に向けて丁寧に説明を 行ってまいりたいと思っております。今提案をしたという段階であります。高橋君。提案をしたという段階なので、大臣のそのなんて言うんでしょう、感想というんでしょうか、認識がないということでよろしいんでしょうかね。要するにですね、もう一度伺いますけれど、この問題の背景は福井県が原発再稼働の前提条件として関電に対し使用済み燃料を県外で中間貯蔵する候補地選んでくれと、それも昨年中にということを要請したわけですよね。だから関電が困ってね、陸奥市にこう白羽の矢を立てたと。でこれ3年前に同じ問題が起こっていまして、2018年2月のこの場で私質問をしています。でその時はですね、新聞各紙が関電がというふうに書いたもんですから、どちらも違いますと、当時世耕大臣がいやいや、どちらも関電も言ってないないし、陸奥市の方も言ってないということで否定をされておりました。ですが私たちはずっとそのことを覚えてるわけなんです。そうした経緯もあって今回は電磁連という形で関電救済を考えたのではないかと、そう思うんですね。今月運転40年を超える関電の美浜原発3号機高浜原発1、2号機について両町長が再稼働を同意し、関電が陸奥市の中間貯蔵センターの共同利用案を示したことで知事と県議会も議論に着手した。17日付の日経新聞が報じています。そもそも40年を超える原発を延命すること自体私はとんでもないと思います。だけどそれ以上にね、他県にゴミだけを押し付けて再稼働するっていうのは身勝手すぎます。許されないと思いますが伺います。梶山大臣。2030年のエネルギーミックスの実現に向けて、関西電力美浜発電所3号機高浜発電所1、2号機などの40年超運転も含めて安全最優先で地元の理解を得ながら再稼働を進めていくことが不可欠であると考えております。そのため政府としては原子力発電の重要性や必要性について丁寧に説明を尽くすなど地元のご理解を得られるよう引き続き取り組んでまいりたいと思っております。なお県外搬出に関する関係当事者間のやり取りについては私の立場からコメントすることは差し控えたいと思います。先ほど申したことが事実でありまして、申し入れを共同利用という形での申し入れをしたという時点であります。それ差し控え そのことに関しての私のコメントは差し控えたいと思いますが、政府として使用済み燃料は再処理するという考えのもとに使用済み燃料対策を含む核燃料政策、核燃料サイクルを推進することが重要と考えているところであります。高橋君。エネ庁が、その陸奥市に対してですよね、関電の副社長と一緒に訪問して説明をしているわけですよね。その12月17日に、大臣が電磁連の池部会長から大臣が面会をされたときに、翌日に清水副会長とエネ庁の小沢主席エネルギー地域政策統括調整官が行ってるわけですよ、その場に、陸奥市と県庁に。でその時にね、やはりゴミではない純サイクル動かすんだからとね、必ず搬出するんだからと、こういうことを言ってるわけなんで、これはですね、私ずっとその一つのことを言ってきたんです。寿都町から始まって一つのことを言ってきてるんです。で結局大臣はいやいやゴミじゃないよと、サイクル動かすから大丈夫だよって
っしゃりたいんでしょ。それがものすごく矛盾することじゃないでしょうか。つまり昨年のサイクルの協議会、核燃サイクル協議会、青森県の知事が求めた中で大臣は同じことをおっしゃっていますよね。サイクルは堅持すると。だけどちょっと責任がなさすぎるんじゃないでしょうか。つまりその先が決まってないのに、はっきりとした見通しがないのに、つまりプルサーマルを推進するということは再処理しなければプールが満杯になる。でも再処理するだけで終わっちゃうとプルトニウムが溜まってしまう。この矛盾をとりあえず目の前からちょっと見えなくするだけの話で、矛盾は募ってるんです。その認識ございます。梶山経産大臣。原子力発電所を半世紀以上利用してきた結果、全国には約 1.9 万トンの使用済み燃料が存在をしております。これ原子力発電に対して賛成反対、いろいろなお立場あると思いますけれども、現実としてその発電所に 1.9 万トンの使用済み燃料が存在をしているということであります。こうした中、高レベル放射性廃棄物の原用化、有害度低減、資源の有効利用の観点から核燃料サイクルを引き続き進めることが重要であると考えております。また使用済み燃料を再処理し回収されるプルトニウムについて、利用目的のないプルトニウムを持たないことの原則を堅持するとともに、プルトニウム保有量の削減に取り組む方針であります。電気事業連合会は昨年12月新たなプルサーマル計画を発表し公表をし、地元のご理解を前提に稼働するすべての原子炉を対象に一機でも多くプルサーマル導入を検討し、2030年までに少なくとも12機でのプルサーマル実施を目指す旨を表明したものと承知しております。これに基づいて計画的な形でプルサーマルを一層推進し、プルトニウムの利用拡大に取り組みながら核燃料サイクルを引き続き、推進をしてまいりたいというのが政府の考え方であります。高橋君。2月2日付の河北新報にですね、政府与党内にも会議論がある、青森のためにサイクルを推進せざるを得ない袋小路に入っている、フィクションを続けるのは無理、そういう声も上がってる言うんです。結局今サイクルを回すのはとりあえずね、ゴミを貯めるわけにはいかないという見た目の当座しのぎにしか過ぎないんですよ。プルサーマルを動かせば、じゃあその後のゴミどうしますかと、ずーっと問題が続いていくんです。そこに正面から向かっていただきたい、こう思います。高レベル放射性廃棄物処分場は、これまで全国の原発を50年間稼働して、六ヶ所村などで貯蔵しているガラス固化体約2500本、使用済み燃料をガラス固化体に換算すると、約2万6千本相当が貯蔵されておって、これを4万本以上埋設することを計画しておりますよね。だから、まだ動かすんだっていうことなんですよ、原発を。それで住民の気持ちからしても、まず住民の気持ちって、すいません、スーツの住民の皆さんとも懇談してきたんですけれど、まず原発はこれ以上動かさないと言って、初めて議論ができるんじゃないかって言われました。で、全く同じ気持ちなんです。今ある核のゴミはいずれ何らかの処分が必要です。それはもうみんな分かってます。だけどだからこそ住民に対してもゴミを増やし続ける、原発を動かし続ける、それで最終処分の議論はできないと、そう思いませんか。梶山経済産業大臣。最終処分まで含めたプルの核燃料サイクルというのをしっかりと考えていかなければならないと思っております。で、一方でですね、電力の需要が増える中で、原子力の、カーボンニュートラルを宣言した中で、原子力の今再稼働が可能である原子力発電につきましては、しっかりと動かしていかなければ安定供給というものもおぼつかないのも現実であります。石炭火発、また原子力についていろんなご批判があるのも承知をしておりますけれども、そういった中で2050年のカーボンニュートラル、大気中に炭素を出さ、二酸化炭素を出さないためにどうしたらいいのかということを考えると、技術的な手段をですね、一つ一つ減らしていって実現できるとも思わないわけであります。高橋君。結局そのカーボンニュートラルのためには原発を動かすと、そういう議論ですかね。その瞬間ね、発電の瞬間だけ出さない、 CO2 出さないかもしれないけれども、それ以上のたくさんの問題がある、またその過程の中で、建設の過程の中で CO2 出るんですよ。こうしたことをね、やっぱり向き合わなきゃダメですよ。それはね、ごまかしてると思います。それで続けますけど、最終処分は自然のウラン原石と同じレベルになるまで10万年とも言われてます。人類の進化のスパンから見ても、誰も人間が10万年先まで監視続けるという発想はないと思う。どのくらいの期間なら人間が責任を持てると考えているんです。松山部長、一言で言ってください。お答え申し上げます。高レベル放射性廃棄物であるガラス固化体の放射能というものは、大体1000年程度のうちに 99% 以上減衰してまいります。
で、その後、その減速スピードはゆっくりになりまして、先ほどご指摘ありましたように、自然のウラン原石と同じレベルになるまでは、相当の時間がかかるというふうにかかるわけでございまして、数万年にわたる人間の生活環境から適切に隔離していくということが必要だということを考えますと、それについては地上における管理には限界があり、人間による直接の管理を必要としない処分方法としての地層処分というものの採用が国際的な共通認識となっていると、このように考えてございます。高橋君、ちゃんと聞いたことに答えてくださいよ。入門 の方に聞きました。人間が管理できるのはせいぜい100年でしょうと。それでいいですね。松山部長。お答え申し上げます。100年、我々の目のもう見える見通しの効く範囲では100年、まあ、これも一つの考え方かと思います。将来のことを想定することはなかなか難しいわけですけれども、今できることについての技術的な対応はしっかりと進めたいと考えてございます。高橋君、何万年もの管理の中で人間が責任を持てるのは100年なんですよ。そこから先人間が手をつけなくても大丈夫だっていうところを選ぶ大変な問題なんです。そのことをね、ちゃんと分かってもらわないと。今共同通信のアンケートでも全国の市区町村の8割が反対だと言っています。また今寿都町を包囲する後志管内 の町村の中では核抜き条例持ってこないでくださいという条例を制定した村もありますけど、島牧もあるけれど、実際にそういう運動が広がってます。そこをね、やっぱり無視しないで、周辺の住民が反対だと言ってる地域の中でも分かれてる。これをね、住民合意なしに進めてはならないって。残念ながら時間が来てしまいましたので、もう少し質問したかったんですけど、ここで要望して終わります。